鹿島美子神社は、福島県南相馬市鹿島区にある神社である。旧社格は豪社。行方軍、縁起式式内社八座のうちの一座である。神代に、天足別名は、不審である武三和知人、共通主身と共通主身のおこである、朝日古いのちと共に、欧州の邪気を平定するために降臨したという伝承が、東北地方の神社には残されている。書書によると、 天安氏別名は、欧州平定後は当地へ残り、社殿を設けて鎮座したことが当社の創建だという。慶光天皇の時代には、日本穂高が統制での部分調休を祈願したところ、霊言があり、反抗する族とたちを無事平定することができた。そのことから、鹿島御子神社は、軍神として無人から、特に数計を集めるようになった。王子は、 現在の鎮座地から南へ200メートルほどの場所に、社殿があったが、平城天皇の時代である大道元年には、現在地へ遷座した。現在も、王子の鎮座地には、鹿島巫女神社旧跡と描かれた石碑が建てられている。神官や、社僧も多く、神領17国を有し、鹿島神宮からも毎年砲兵を受ける地位にあった。第五天皇の時代である縁起五年。 鹿島美子神社は、軍神、沈下の神、医術の神として霊言があり、多くの数形者から信仰を集める由緒ある神社で、あったことから、道のく国縁儀式式内社百座のうちの一座に、列せられた。第五天皇も自ら文分長級を祈願し、ご神体を奉納したという。歴史書、奥愛志雑誌によれば、ご神体は、遺憾の騎馬像であるという。寛永十三年には、 当社を尊敬していた相馬義種により、社殿の補修、採点費の共振、神地の建納が行われた。それ以降も、明治維新の頃まで、歴代の相馬藩主により厚く通敬され続けた。明治9年11年に豪社に指定され、大正15年には平白共振子参考指定者となった。鹿島御子神社では、特殊神事として、鎮火祭という神事が再行されている。 この神事には祭人である天足別名に関する伝説がある。天足別名が当地にやってきた時、千子沼というところへ刈り宮を設けた。当時、現在の鹿島地方では、王六天魔王と名乗る族とが暴れ回っていた。ある朝未明、第六天魔王ら族とが天足別名の刈り宮を襲い放火した。天足別名は直ちに、日伏の神事を行って、 四方八方へと広がる猛火を速やかに沈めた。その時、鹿島大臣の紳士である鹿が多数現れ、川から濡れた笹を口にくわえて持ってきて、天足別名のカリミアを水で潤して、火が再び燃え上がることに備えたのだという。その後、天足別名のご神徳によって、第六天魔オーラ族とは平定され、二度と横行することはなかったと伝わる。人火祭は、 上記の伝説に基づく真事である。ありがとうございます。